た。そうだよ。おっさん感満載だよ。大丈夫か。いつも通りのおっさん感満載でやろう。じゃあ流して、オープニング流して、はい、あの歌い出しが始まったら下げて、喋ってもらってって感じで。あ、いいですか、はい、いつもいつも通りの感じですよね。はい、ああああはいはい、大丈夫です。こんにちは、こんばんは。こんにちは、だね。でもね、ちょでもツイキャスの人は今リアルで聞いてる。じゃあ、こんばんはにするか。あ、そうだよ、こんばんはって言って、今日もツイキャスなんでみたいな話した方がいいんじゃない。そうだね。流してくれてたさ、ね、あなんかちょっと反応られてるような感じがして、いまいちなんか喋りが、あ自分の声聞こえた、聞こえた、あそうなの、うん、音楽とかなんか聞こえてる、ブースの中でもなんか喋りながらなんか被ってるかも、響いてる時がありましたね、こんばんは。こんばんは。この番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします、はい、最後までお付き合いください。お願いします。はい、今週の放送が29回目の放送ですね、はい、我々おお、はい、おおじゃないよおおじゃないよ、それ以上のコメントないの。そっち次30回。あ次30回。お次一応記念すべき回は、はい、コラボスペシャルになるのかな、予定では。えあそうだね、だよね、コラボスペシャルになります。2月8日か、はい、うん、で今日はちょっとイレギュラーで、はい、ツイキャスをやりながらの、まあ、収録放送になってますね、はい、だから若干ちょっとあのこんにちはの入りじゃなくて、うん、こんばんはの入りかつ緊張しております、うん、はい緊張してます、はい、全然緊張感伝わってこないな大丈夫だそれじゃあで、はい、先週の土曜日に、うん、FM 小座さんで、はい、玉木パーティー2020ですね、はい、もう年も変わったん で、 そ、 ね、そこに参加してきて、うん、でヒゲ男の曲をいろいろと深掘りしてきました、うん、ヒゲだねヒゲ男って聞いたら分からんねあそうでしたね失礼しました、はい、あのヒゲ男ですねオフィシャルヒゲ男リズムでした。ちゃんと言ったね、正式名称、はい、一応勉強してますよちょっとはね、はい、はい、押してないな押してないよ。ああ、押してないな。今、どれぐらい喋ってる？あ、もう結構喋ってますね。あ、OK です。はい。じゃあ、番組の紹介をしていきます。はい。はい。この番組は毎週土曜4時30分から5時までの30分番組です。実際は収録放送のため、リスナーさんとは時間がずれていると思いますが、ご了承ください。ただし、ネタがなくなり次第、ツイキャスを取り入れてメッセージは拾いません。なんか言えや。拾わないんかい。遅いよ。で、番組の内容としては、リスナー参加型となっており、はい、恋がしたくなるコーナーをメインとし、はい、皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております。はい、そして、いつか、たくさんのメールが届きすぎて、どれを読むか迷う番組を夢見ています。なので、皆さんからはたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com まで送ってちょうだい。
またこの番組では素敵なデートスポットなどの情報もお待ちしております。一応、はい、とりあえず冬場いらないなこれな、はい、デートスポット、うん、冬は冬で一応あるんじゃないの。あるのかな、うん、でもないでしょ今。あ、自分個人的にはないですけど。で、うん、で今このギノワンのなんていうこのこっちの、うん、何通りっていうの、ギノワンヒルズ通りっていうの、ギノワンヒルズ通り、うんうん、はい、それでは CM でーす。あ、いや、いいですよ。そのまま喋ります。そのまま行きましょう。大丈夫です。そのまま、うんうん、大丈夫、大丈夫。残り21分で。21分だから、3分、7分。じゃあ CM 開けますね。はい。はい、続いてはどうぞメインコーナー恋の妄想なんか悪いな全然キレが悪いな。はい、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題とし、はい、我々2人がお題に対して答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい、良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーです。ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。廃止となります。ハモれててよ、すいませんね。ハモれててよ。なので、たくさんのラブメールの送信をお待ちしておりますが、まあ、ここまでが定番のフレーズですね。はい、はい、今月、まあ、2月のプチコーナーなんですけど、うん、はいはい、実際まだ2月入ってないんですけどね、うん、我々の今の収録は放送がね、はい、2月になります、ね、2月になりますので、はい、月刊プチコーナーは今回は、はい、好きの言葉を使わず好きのセリフとはかっこ、うん、男性が言われたい編ですね。うん、男があの女性に言ってほしい好きを使わずに好きっていうセリフとはですね。うん、はいはい、どんなです？一応考えてきました？今日。あ、一応考えました。じゃあ、あれですね、先生の方がとりあえず、先に行ってもらいましょうかね。行きましょうか。はいはい、もうプチコーナーなんで、バンバン。一応、前回の、はい、逆パターン、うん、なんていうのかな、ややこしいな。前回の一応、男の人が伝えるときので、微妙なやつの路線で話したように、うん、一緒にいて楽しい。あって言われたら、うん、結構あれだね。あ、もしかしてみたいな。それを言われたい言葉。うん、これだったら好きに、好きとまでは思わないけど、うんうんうん、あ、楽しんでくれたんだって、ちょっとこっちも嬉しいかな、うん、って思いました。以上、以上です。あ、以上、はいはい、じゃあ、はい、バトン受け取りましたので、うん、店長が、はい、言われたいセリフは、はい、今度、うん、一日中、うん、一緒にいたいなですね。お、逆に、まあ、好きは言ってないけど、でも今度、うん、一日中一緒に、一日中っていうのは、うん、もう一晩一緒にいるさね。これはあれだね、確定っていうか。確定っていうか、まあ、なんかいろんなことが妄想できるよね。うん。うん、そうですね。どうなるんだろうな、みたいなね。でもこれは選んでみました。はい。はい、プチコーナーなんで、あんま深掘りしないときましたね。はい。次行きまーす。これから、うん、これからが本題ですね。はい。はい。まあ、恋の妄想、はい、第2章。誘惑と別れなんですけど、はい、今週のお題が、はい、女社長の反撃ですね、はい、反撃反撃で、シチュエーション読んで、あ、すみません、ちょっと今コーナーのあれで笑ったじゃなくて、大塚さんがツイキャスでグラサンワって入ってるから
グラさん今日なしで。あ、コロちゃんも入ってるね。今日飛び込みだったんで。はい、グラさんなしでやります。グラさんなしでお届けします。はい、お願いします。ちょっとね、見てよね、はい、あの画面もね。はい。はい。わかりました。じゃあめっちゃぎこちないな。二人でやったらこんなに下手くそなんだ。びっくりするやつだ。ちょっとね、いろいろ時間も迫ってきそうなので、はい、早速ちょっとシチュエーション読む前に、はい、あの女社長っていうちょっとまあ表現の仕方がちょっとあれなのかなと思いまして、はい、女社長の名前を店長がパッて、うん、女社長の名前何がいいかなって思った時に、はい、あけみっていう名前が出てきたんですよ。なんでか知らんけど、あけみ。で、この女社長の名前を、これからはちょっとあけみさんとして、はい、この妄想の中で、あ、登場人物として、うん。登場人物として呼んでいきましょうね。はい。はい、シチュエーションを呼んでいきます、はい、女社長の誘惑をギリギリかわした後、やや変な雰囲気になったが、やっぱり二人話していると盛り上がり、それからしばらく楽しい時間を過ごしました。すると、店員さんにそろそろ閉店のお時間です。の案内を受け、僕は楽しかったので支払いは任せてくださいと言ったら、あけみさんはあなたが払えるようなお店じゃないから心配しないで、でも男としては100点だねと笑顔で言ってくれました。支払いも終わり、レストランを出てあけみさんにまた会いたいですと言いました。するとあけみさんからは、なんでって返されました。こんな急に笑顔で返されたこのタイミングで。ちょっと続き読んでいいですか？大丈夫ですか？ちょっとびっくりしたから。では、あなたはなんで、っていう言葉にどのようなセリフを言いますか？うまくあけみさんを誘惑するようなセリフを言って騙してください。できるだろ、疑似恋愛を極めた男さんよ。ですね。あ、先生です。そうですよ。あ、こんなのも入ってるんだね。最近なんかちょいちょい入るね、こういうのね。そう、小ボケ必要さね。小ボケは必要だから、ちょいちょい入れていくよ、小ボケはね。はい。で、うん、まあ、今回、ちょっとはい、なんでから入ると、ちょっと、ん？ってなるんで、はい、また会いたいですを我々の方から発信して、はい、で、いつも通り、ヒロイン石坂さんに、無理やり、なんでって。なんでって言ってもらって、その後、我々のくだらない回答を、ちょっと聞いてもらおうかな、みたいなね。大丈夫ですか？わかりました。大丈夫ですか？はい。じゃあ行きましょうね。はい、どっちから行きましょうか？先生は今日も考えてないんですけど、うん、そっちから行きます？どうします？どっちでもいいですよ。あ、いいですよ。じゃあ先生からで。あ、行きますか、はいはい。はい。じゃあちょっと自分も考えましょうね。はい。はい、考えるんかい？なんだろうな。一応なんとなく考えてるんだけど、ちょっと最初の入り出しだけが、どうやって仕上げようかなだけを今ちょっと考えてて、うん、そこだけちょっと深く考えようかなみたいなね。はい。はい、そういうのはいいんで、早速なんですけど、はい、先生の方から発信していただいて、はい、で、ヒロイン石坂さんの方に、ちょっと無理やり、なんでを、ちょっと気持ちを込めて、これ気持ち込めてなの？さっき気持ちこもってなかったっすよね。こもってるよ。真顔でなんでじゃないの？表現の仕方が下手くそなだけで。はい、はい、じゃあお願いします。はい。じゃあ、また会いたいです。なんで？あけみさんといると楽しいから、もっと一緒にいたいです。以上です。空白作りちゃって今びっくりしたよな。今なんか付け加えようからだよ。何も思い浮かばなかった。その後何か出ると思って俺今ちょっと期待したよな。はい、また会いたいんです。さっきタバコ吸ってた時に言ってたセリフ、はい、そのままぶっこんだね今な。はい。はいじゃないよ。補足は、うん、補足はもう一応ストレートがいいのかな。なんでっていうのは、うん、今日あるだよね。これ試してるような感じだよね、これ。そうそうそう、あけみさんは、うん、なんでまた誘ってるのみたいな。この男の彼、主人公か、うん、主人公の方が誘ってるのに対して、なんでってちょっとご飯なんていうのちゃちゃ入れてるみたいな感じでしょ。頭の中で全然まとまってなくて喋ってるの。そっちな、緊張のせいなのか全然言葉が出てこないね。なんだろうな、先週のシチュエーションの続きなんで、はい、まあ、あけみさんの方から、うん、私が好きってって言ったらどう思うに対して、うん、まあ、我々は、まあ、頭出しにある、はい、ギリギリちょっとかわすような言葉で逃げたじゃないですか。
でそれのお返しなんですね。だから今日のお題が女社長の反撃はちょっと駆け引きになってるんだ。そっちあれだよね、一回なんかブラシだよねみたいな、チラシだよねっていう、その後にそういう言葉をかけるのは逆に、そういう意味での反撃なんだね。そうだから反撃、お題の反撃がなんでかなと思ったあれだからちゃんと繋がってるからこれこそなんでって思ったけどなちゃんと繋がってるから、そこら辺もちょっとイメージしながらね、あの、うん、俺が書いたシチュエーションを、はい、なんだろうな、まあいいや、はい、どうでもいいけど、はい、ちょっと自分も緊張してるんで、とりあえず、何も考えてないでしょ、補足もないでしょ。はい、じゃあ、ここでツイキャスいきますか。また俺のまで言おうぜ。じゃあ、ヒロイン石坂さん、大丈夫ですか、はい、いいですか、じゃあ、行きます、また会いたいです。なんで？なんで？そう、その笑顔がまた自分は見たいんです、だからまた会ってくださいですね。だろ。ちょっとボケもかましつつ、ふざけたのでちょっとプッて笑ったところにってことで、やっぱ自分は笑顔が好きなんですよ、女性のね。だからやっぱ女性の笑顔にするためにちょっと小ボケをかまして、その後真剣に食い込んでくるみたいなね。あ、ツイキャスで拍手も来てますよ。だろ。ですよね。はい、あんま補足はないんですけど、はい、でもやっぱ女性の笑顔っていうのは、はい、いいよね、よくね、うん、いいっすよね、女性の笑顔、うん、で逆にあれですかね、はい、石坂さんに聞くんですけど、はい、笑顔が見たいって男性から言われたら、うん、少なからず嫌な気はしないですよね。嫌な気はしないですね、うん、でそれをなんだろう、好意があるっては思わないですか、笑顔が見たいって言われたら。ああ、でもちょっと気にはするかもしれないですよね。あ、やっぱちょっと意識します、うん、はい、それこそなんでだろうって思いますよね、うん、だからなんで笑顔を見たいちょっと音量上げてふなしぶっ込もうかなと思ったけど今石坂さんがイヤホンしてるから、イヤホンっていうかなんていうのこれね、ちょっと危ないかなと思ってちょっと音量下げたんですけどね。打ちコルバーでもよかったんじゃない？打ちコルバーはよ、打ちコルバーも最高ですよね。打ちコルバーはねあれはもうあれはでも笑いの鉄板でしょ、うん、はい、で、やってみますか、ツイキャスを先生の方がちょっと拾っていってほしいんですけど、どうですか？コメントですね、はい、いっぱい来てますよ。あ、いっぱい来てますか？身内から。あ、身内から身内からイコール誰かなって大体わかるけどよ。小春ちゃんと大塚さんと、うん、はいはい、赤優さん来てますね。あ、赤優さんお久しぶりです。お久しぶりです。うん、年末のスペシャル以来ですかね、赤優さんは。そうですね、はいはい、うん、あとはなんかメッセージ拾うのはない？そうですね、これ、あ、これ下にできるか、下いけます。ですね、大塚さんもこのなんでに回答してるんですけど、おなんでって言われて、僕も子供じゃないんですねって言って、わかるよねっていうことです。なんとか栄翔先生が言ってるんですよね。以上ですね。あ、以上です。あんま大したコメント来てないんですね。はい、わかりました。あんまなんか人様が聞いて。あ、あとちなみに大塚さんは石坂さんのファンみたいです。これなんてコメントしてればいい俺。いらないコメントは。そうか。あ、そうか、渋いな。どうしようか。9分だから、曲が4分、はい、で、エンディング3分、だから7分なんで、はい、あと2分喋れるんですけど、うん、はい、どうしようかな。じゃあ、うん、何喋る？これちょっとあれだな。今日このネタでなんか、喋るのがないから。コーナー次週はどんな感じになるとかはまだ。これはエンディングで話します。ああ。ちょっとエンディングでちょっと面白い手を、今回、次のテーマ考えてきたんで、はい、うん。それをちょっと披露しようかなと思ってるけど、はい、どうしようかな。なんかない？コールさんは私は結構ファラシーのファンですってよ。ありがとうございます。でもあれ耳痛いって、その場で言われたからね。耳痛いって、ね、そうだよね、なかなかグサッとくるセリフだなみたいなな。はい、今のところ追求する方は石坂さんとフラシーの話題で持ちきりですね。ツイキャスも超身内感出てるよね。大丈夫この番組。大丈夫。どうしようかな。何だろうな、うん、何かなかったかな。なんかない？
最近はなんかツイッターで結構なんていう、うん、この恋愛についていろいろなんか、はい、コメントしてくれてる、コメントしてる人がいて、はい、なんかこのこれが女性目線なんですけど、はい、意外に結構なんかいいなって思うんですよね。なんかあの簡単な理由で諦めるんだったら好きになるなとか、うん、まあなんかなんだろう、結局最終的に離れていくぐらいなら近寄ってくるなみたいなね、うん、なんかタマッパでも前回そういう、そういう感じの話しましたよね、うんうん、なんかそれなんかとっても納得で、うん、確かになっていうね、うん、結局この人を受け入れる気がないのに軽い気持ちで、うん、まあ今2章やってるからちょっと汚い話するんだけどあるさ男の人ってやっぱね、うん、そういうね、うん、なんていうそういうちょっと軽いノリで近づく瞬間っていうのもあるでしょ、うん、あったでしょ過去は、うん、過去はねでも結局その相手が振り向いた時にはちょっと逃げるみたいなね、うん、ありましたねなんか何だろう、なんか俺だけあったような感じで言うからはい、すいません、これ他の人も何も出てこないんで自分逃げたね今日はですね先生の方が曲を、はい、まあ、2章にあった曲を1曲選んできたらしいんで、まあそれをちょっと紹介して曲を流そうかなと思うんですけど、大丈夫です。あ、でその前にヒロイン石坂さんに曲何ってちゃんと伝えてないからすぐ探しきれますかね、うん、あ、大丈夫ですか。はいはい、じゃあその前ジャッジもしてないんじゃないですか削りすぎたさじゃあ、なんだろう、あ、待てよ、どうします、恋愛作家さん、どっちがいいですか。慣れない環境で喋らされるとやっぱなんか日頃やってるのがぶっ飛ぶよね。やなれ不可なれじゃないのって思うよね。はい、久しぶり、あれ初回くらい緊張したよね緊張したあ、じゃあジャッジしてもらいましょうか。でも曲流せんくなるよ。曲流した方がよくない。石坂さん、どっちがいいですかどっちがいい。せっかくだからジャッジしましょう。あ、ジャッジしますかじゃあ、ジャッジの目線なんですけど、はい、まあ、うん、あけみさん目線で今、うん、彼女目線でやると、はい、どっちも言葉が出ないぐらい最低なので、はい、あけみさん目線で、うん、じゃあまた次会おうかな。彼女からしたらどっちも死ねだよですよね。死ねてダメだ自分もなんか作りながら心が痛いんですよ最近ね、あけみさん目線で、はい、まあ年下の男、はい、プラス、はい、まあ社会的な地位も下な男から、うん、はい、なんでに対してのセリフを聞いて、はいはい、次どっちと会おうって思いますかを、うん、ヒロイン石坂さんの方にジャッジしてもらいたいと思います。あ、よろしいですか。はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあドラムロールお願いしてもよろしいですか。はい、じゃあドラムロール鳴らします。はい、お願いします。店長ありがとうございます。ですよね。あの会いたいですの一言だけに負けるほどヤバじゃないよね。はい、ありがとうございます。これ選んでもらう必要あったか。俺今選ばれなくてまあまあまあいいか。はい、我々ヒロイン石坂さんが、はい、まあジャッジしたいっていうことだったんで、はい、やりましたね。はい、はい、もう4分になってるんで曲なしで、はい、やりたいんですけど、うん、何かツイキャス拾う。ツイキャス、あの小春ちゃんから1個来てるんですよ。はいはい、いろいろ来てるので。恋愛では不安な気持ちに押しつぶされそうになった時どうすればよいですか。あ、でもこれは恋愛につきものですよね。押しつぶされそうになる。で、うん、だってもう店長の20代なんて、うん、触れたいな触れたくないなっていうのに押しつぶされそうで大変でしたからね、うん、どういう意味不安な気持ちって言ってるよね。なんだろう、このタイミングで触れていいのかなってあるじゃないですか。あ、手つなぎたいなとか、うんうん、ちょっと回答が今、うん、いまいちこれ的合ってます。だからわざとしましたよ。ああ、ね、そういうこと。ちょっとここを喋ると、うん、最後のエンディングが、ね、そうだね、一応時間的になれないからもっと話が広がりそうだね。でもこれはもう不安な気持ちはつきもの で、うんうん、はい、でそれをどうするかっていうのは、うん、はい、やっぱり自分が相手をプッシュし続けて、うん、はい、相手を変化させていきながら、うん、自分を落ち着かすしかないんじゃないですか。これが まともな答え。あ、自分で動いてもう相手のリアクションで自分が
満足していくってこと。そうそうそう、その不満をかき消すように自分が動いていくってこと。動いていく。あじゃないといつまで経っても相手どう思ってるんだろうって考えてたら、どん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 あの不安になって、最後ゴミ箱の中に頭突っ込んでんじゃねえかみたいなね。なんか言えや。いやちゃんとちゃんと答え聞いたな。なんか言えや。すごいな、よくそのすごい思いついたね。今答えたからいい。じゃあ最後は来週のテーマを説明していいですか。はい、来週のテーマなんですけど。はい、来週のテーマは、今の、はい、まあ、コメント、はい、また会いたいですについて、うん、ちょっと女社長、まあ、明美さんも、はい、少し上機嫌になって、じゃあもう一軒行こっかっていう話になって、うん、バーに行きます、はい。で、バーでまた2人で楽しいトークをしながら、うん、まあ、バーもちょっと深くなり始めた頃に、はい、明美さんから、コインゲームしよう。コイン、昔コインゲームだったさ、はいはいはい、コインの裏表、ああ裏表のやつ、うん、表が出たら何、はい、裏が出たら何に対して、はい、明美さんが言ったのは、うん、コインが表だったら今日は帰る、うん、で裏だったら私の家で飲み直す、うん、でこのコインの裏表の結果は分かるようだよ、分かるよね、このコインゲームのシチュエーションを俺が全部書くんだけど、結果的にこのコインを投げた時に裏か表かっていうのはもう分かってるよね、どっちが出るかね。裏ですか。裏ですよね。もちろん。で、裏のシチュエーションに対して。表出て帰ったら終わるから。何のためにコーナーやったっていうね。裏が出ます。本当にあのドラマに出てきそうなぐらい悪情あれだね。かっこいいでしょ。あのお金の稼ぎ方を知ってる。じゃあ何でゲームするかって言ったら、うん、ポッキーじゃないよね。コインだよね。そうかな。ポッキーもどうかなと思うけど、コインもあんまり聞かないな。1分半ぐらいか。はい、で、はい、まあ、それについて、裏が出ます、うん。で、裏が出たのに対して、はい、まあ、もちろん彼女もいるじゃないですか。はいはい、で、まだどっぷりもハマってないです。うん、ただ次は会いたいです。うん、の中で、はい、どのセリフを持ってきて、うん、はい、で、あなたはどうしますか、帰りますか、それとも行きますかっていうのをね。ああ、行くかどうかも彼なの、はい、もう今回は。もう一応、あれだよ。前回同様に、お前今何時だと思ってるの、何時までここに居座るのっていう状況の中で、そっちはどこを選ぶかっていうね。でしょ、どっと下水だね。下水部分どんどん出していくんだね。もう最近霊部士、下水感満載だからね。これ行くって言ったら損だよね。でもあれだよね、人生柄あれだよね、はい、そういうシチュエーションに出くわすことってほぼないじゃないですか、うん、ないね、女性から誘ってもらうことっていうのはないからね、うん、ですよね、だからこれが現実に起きたら行きますよね、はい、行きますね、行きますよね、うん、今は多分自分も一緒だなと思って、うん、あ、彼女とか奥さんいる状態で、うん、これは公の電波で行きますよねって言えないんじゃない、まあ、行きますよねって言えないけど、でも、はい、並べよね、はい、並べよ、はい、はい、じゃあ、海洋さん、じゃあまた来週も聞いてください。お願いしまーす。さよならさよならほら、綺麗ジャストなったよ。全然時間見えない。ちょっとね、最後もうちょっと僕なんか話したかったなって思ったんだけど。そうだね、ゴールちゃんせっかくいいあれが来てたからね。ちょっとなんか、この質問が来たりしたので。ですね、え、今のはちょっと。それよりこれがいいかな。人間の理由ですね、あ、そうですよね、結局店長が言ってたのも楽しんだ方がいいよみたいな感じで、そう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 、もうね、やっぱ自分自身で変えていかないといけんからね、苦しい時はあれだよね、霊愚子でよく店長の恋愛感を聞いてると本当に当たって砕けの精神だよね、そう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 、うん、そうですね、なかなかみんなできないですけどね。そこまでガンガンいけないけどね。沖縄市で待ってるんで、いつものところ誰ですか。まあ、これ多分ヒロイン石瀬さんにコメントしてることなんで、自分には見えないですけど、誰ですか。分かりますよ、普通に。悩めるくらい好きな人がいるって、なんか幸せなのかもですね。うん、そうですね、多分幸せですよね。いいことですね。そうですよ、うん、我々もう40も差し掛かってくると、はい、悩めるくらい好きな人っていない、うん、悩めるぐらい好きな人いません？いないですね。いないですよ。一応まだツイキャスが入ってるから、ちょっとラジオ程度喋ってるんだけど。そういうことか。はい、今俺風に追ってたな。追ってない俺は。まだ。
まあね、そういうのが本当に幸せだよね。だから あれですよね、あの小原さんとかそういう世代はね、うん、思いっきり恋愛してね、思いっきりずっこけてね。そうだね、20代どうだった、うん、俺結構ガンガン押してた、好きになったら言ってた、うん、七転び八起きってはまさに店長のことを言うのぐらいのそのぐらいの感じで、あ、やっぱり7回は転ぶんだ7回は転ぶんだ8回立ち上がる、8回起きるとは思った今ラジオ喋ってるから、あ、なんだろう7回じゃないよ、これに丸が何個つくからぐらいのまあ、こけたよな。先生が一応あと20秒で、あの30秒超えちゃうので、ああ、はい、え、なんかそう言われたら何かあるっすね。あ、じゃあ何、何かある、小座で待ってるねって話だから身内感が強すぎるんだよねまさかのなんか身内感すごい、そうですよね。いや、もう今日は帰りますよ。